大冒険ニュース TV。 アレックス使いの人はですね、諦めましょうあれ使いあと1年とかつって、いやもうやめるよ。そうアレックスはやめると思う。アレックスやめてザンギーにするか、FF15 をやるかよ。FF15 多分そんなできないじゃないですかすぐ終わっちゃうえ、でもなんかやり組み要素結構あるらしいよ。分かんないけど、なんかまああるらしいですよ。ワイルを使うのはいいんだけど、ドンキャラが多分運ゲーだからやりたくないんだよ。多分いいね。このすっげえきつかった状況、このミニを飛ばしてこの中央に戻すってやばくないですか、ある端からミニピッピーとかやばすぎる。せめて3本だったね。あれが3になるだけで結構変わると思うけど、ただ受けっていうか攻めになるじゃないですか、受けならまだしも、ワープみたいな感じじゃないのね。タクってくるから3でも最強の可能性あるもんな、3本でも、あれ全部サワード割れるよ、あれ EX サワード、うん、全部割れるって言っちゃいけねえかやっぱこれ重要ですよね。相手の対策ができてないからやるわけじゃない。ああ、まあね、そういうのが超重要ですもんね、うん、あれ2バズ入ります、何度も言う2バズ入る上2バズ。なんかもしかするとこのバージョンあんまやってないかもね、まだ、うん、5期とかやってたし、うん、わかんないけど、なんか2バズとかも結構パワーアップしてるから結構使えるんだよ、立ち回りで。うちらがなんか不満を言うとプロが不満を言ってるっていう風になっちゃうからな。不満ないよ、ガイル大好き。サンキュー。ありがとう。コンボフィンドありがとう。ガイル使いです。スマシガオガイルです。逆に何のキャラ使えないですか、メアルさん。いやでもカプコンの格闘ゲームキャラは EX。今のキャラは大体どのタイプも使えるんじゃないかな。ダルシムとかも昔使ったしね。あ、そうなんですか。うん、残銀もやってたし、うん、ユンもやってたしな、スト3で。ユンはスト4で終わったやつ。ユンは、あ、まあユンはスト4になったか。したらまあセスとか経験ないキャラだね。絶対使いますよ。使えるけど100使います。すごい強そうですけどねいいのこれって言ってます。神って言ってます。まあっていうか特に5はキャラ1キャラ1キャラすげえ簡単に作られてるから、あのキャラ以降 それもね俺良くないなと思って、あの強くなったキャラ使えるのよ。はいはいはい、あの前作やってなくてもコンボも簡単だし、普通にじゃあ使えますよっていうことができちゃうから、なんかそれもどうなのかなと思っちゃうな。シンプルなのはいいことだけど、今のも刈り取れそうだもんな。これだよ、これ超すもんね。おあれ本当に押し返すのだけが目的だったら全部台にして、ガードされてるなと思ったら全部台にして、で弱打ち直しで完全式に押し、はいはいはい、うん、特になんかその立ち回り勝ってるんだったら色気づく必要ないじゃないですか。あ、そうだね、俺はあの1本目はとりあえずもう切り返しにしか使わない。あのちびそに声かけもやんない。はいはいはい、まあ、話せて、うん、話してもう一回、どうせ普通にしてりゃ最強だから。
そこですよね。で、かつ崩すこともできるっていうのがその幅で、そうだ ね、 幅の強さね、まあやってもいいっていう、うん、はい、ウィヒー、あれは5分5分だから、らしいと思うんですよ。ういあれってことは、ちょっと待ってよ、模型がアドバンテージ、そうですね、これで1本ですね。あれウィヒーってことは、リーチ、リーチ、これリーチですね。1本取ってリーチ、いや、リーチって言っても1セットのリーチですね。あ、そっかそっかそっか、1セットのリーチなんで、これされると、これ、いや、これだけで1時間かかる可能性あるから。そうですね、確かに、そのまま永遠に続くっすよね。まあね、そのそれは確かにそうだ。だって 1.5 倍増えるんだよ。確かにそうですね。あ、2セット5倍じゃないか。2? 単純に、あ、じゃないですか、2倍じゃないですか。1、1になるから、あ、そうそう、さらに増えちゃうな。まあ、あと新キャラがどういう性能かだよな。あ、そう、いつ出るんですかね。新キャラ出て調整なしってあんのかな。ライダーキック、前世がそうだった。あ、そうか、前シーズン。まあけど調整な、難しいところよな。俺も調整来なくて嬉し、喜んでたからな、去年は。右見かね。そう、確実にね。あの時は俺多分黙ったもん。下向いてたもんな、多分。昔ミカとすごい対戦できたのに、今ミカ使いなくなっちゃって。なんかむしろ寂しくなりましたもん、なんか。あんなに。でも前からそんな数は多くなくなかった。いや、なんかたまたまですかね、1個ランクまで当たったんですけど、 そのために怒ってたんですけど、なんかいなくなっちゃって、いなくなっちゃって、あれみたいな、なんか寂しいねえな。なんかあの、喉越しがなくなったビールみたいな感じで。確かに味で勝負するもんじゃねえんだ。それあの勢いで勝負してほしかった。ゲスタさん、この端で使えますね、この竜巻があるところで。何を、あの鳥がさっきから、あ、消すんじゃない。ああ、なるほどね、うん、ミニで消しに行くのか、ありだよね。ラシードも今回とりあえず2回絶対打てる。まあ、今回前回考えてるけど、龍もね、今回ね、台足が超短くなっていくから、はいはいはい、台足発動じゃなくて生発動にして2回打つっていう。ああ、なるほどね、うん、本来それでも良かったですからね。まあそうなのね、そう、それでも良かったんだけど、キャラがいいっていうのは何なのかっていう話なんですよね。あのミカが好きだった。ミカの絵面じゃねえって言った。そうなんだよな。ダーレック使いがいなくなったのも。俺もさすがにカプジャムで竜使おうとは思わなかったな。でもなんだかんだ言ってマーブルとかでも竜が出てきたら一応竜触るんだ。あ、うん、全然ダメだ。自分はなんかもうどんなことがあってもバーディー取ろうと思いました。今回のことを得て。おお。なんで？なんかおめのがやったらそのキャラ愛プラスされてて何でも面白くなるなと思って。はいはいはい、ああ。折れずに頑張ろうと思って。それなんか周りのバーディー使いに行ったらみんな共感してくれて。バーディー使い、まあバーディー使いはなんかその職人っていうかなんか。はい。キャラ内で使ってる人多いだろうね、もともとね、うん、おっと、これでアドバンテージは移りがあって。マブカップ新作はまあ今んところやる予定ないね。いつでも、まだ先でしょ、だいぶ先でしょ。今日海外の人がめちゃくちゃ多いですね。うん、確かに。いやね、龍ってか龍普通に面白くなってると思うんだよな。それはちょっと惜しいっていうか残念だよな。ロマンマ食いますから、うちらこれで。うん、そうね。面白いはでご飯食えるのかって。つまらないけど飯食えるガイルを。いや違うんだよ、あのね、いや上と戦うときにつまんない思いにしちゃうのよ、結局だから。ああ、このキャラはコンセプトとか良くなって面白くなってんだけど。なんかそんな玉抜けのお化けたちみたいなのとやらされて。あの、こいつ意味ないよ、いいじゃねえじゃん、タージナちゃんは。なら足長くしてくれ。そう、ついたら大体面白いからな。
そうなんだよね。よくできてますよね。うん、そう。作り手側のなんかああいう感じ。豪気とかもさ、すげえ面白そう、面白そうっつうか、そのなんか凝った作りにはしてんだけど、はい、結局勝てないんだろうなっていう感じしちゃうよね。豪気ともじゃあ全然大変、あ、大変した、大変した。あ、自分は結構しました。もう微妙だよな、正直。そうですか。うん、微妙だなと思った。時々割となんか面白いみたいな。いや、面白いで言うなら面白いとは思うけど、このあの弱い者いじめ、多分。ああ、なるほど。うん、そう、強、上と戦うだけの器はない。それ本来はあの残機とかがやる仕事だったんですけど。上にはめっぽう弱くて、下にめっちゃ強い、うん、どんな競争ですかこれ。このキャラ楽しい。鳥が、鳥がいやこれやこれの方が楽しいんだよな。鳥が使ったら、圧だけで弾いたんですけど。どんだけこれ運ぶんだこのキャラ。バーディーもこんな感じにしてほしかったな、ちゃんは。おっと、これワープされる、ワープされる、ワープされる、そうですよね。うん、あーすごい、あー高い。さすがにキャラが移動系ですね。あれはやるんだったらソニックキャンセルじゃなくてジャクソニックをガードさせて、あ、それは残ってるんですか。あれはうん、それはある。このルールは2連勝すると1ポイントなんですよ。だから1勝1敗を繰り返すと無限ループス1勝やります。そう、あれだったらこれって10回勝った方の勝ち、うん、ただ把握してないな。1回セット取った時点でまだセット取ってない、取ってない。じゃあ 10回勝った方の勝ち。そう、勝って負けて勝って負けてを繰り返してリセットし、ピヨーン、ピヨーン。何これ、欲しい。あー来たー、リムクレーン。ね、リュウもなんかミニハード出したら可愛いじゃないですかね。あんな感じで。おこれで、あ、でもアドバンテージよ。そう、リュウチです。最弱キャラ何なんだろうね、でもね。いや、決勝最高でも30先っすね。30だね。勝って勝ってがあるから、ね。そう、勝って勝ってがある、ね、うん。マックス19、19、19があるから。はい、60戦ぐらい、うん。まあそうだね。57試合か。俺提案なんですけど、バーディーに俺 EX でバナナ食うとかしてほしいんですよ。そのパパパって出すか、そのストックするかみたいな。一房って。そう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 。ゲージを使った。そうです、ワンゲージでバナナとか。なるほどね。いや、だから絶対その要素って多い方が絶対楽しいから。話してましたもんね。なんかそのイークドラム缶で、はい、あの缶をドラム缶にしてゴロンって。そういうのあったらすごいいいなと、はい。面白いね。面白いね。そうだね。だダブラリも EX ダブラリあっていいのにねって話をしてて。ああ、そうそうそう。残機の前回弱いなと思ったのは EX の弱さなんだ。はい、ああ、コンボが伸びないとか。なんかみんなで考えていこう、新しい技。EX バナナ。そうそう、こう体に巻きつく感じで、ダラララララみたいな感じで。バナナのバナナバナナ。空中に置くから。ああ、なんか、あの、あれか、あの、ハカン、ハカンじゃないか。なんだっけ、あのキャラ。名前出てこない。ネモが使ってたギルティのキャラ、あ、ファウスト、ファウストのさ、ト何が出るかのスペシャル版みたいな感じで、あれでやってほしい、全部バーナーみたいな、そうです、ババババ、いいね、2ゲージでお願いします。それだから2ゲージ下さず欲しいですよね。ああそうだね、確かに。減るんだ、これが、これが減るんだ。うわ、だからソニックって歩いてって V トリやったらジャック様テンペストでめっちゃいる。3号とかもしかして3号車引かない、400円、400円。あ、これですよ。これだけのダメージですよ。あ、それは3-2とか、3-3とか。何が欲しい？ミカで。ミカ、うん、2ゲージは欲しいっすよね。要するになんか俺、幅さえくれたら勝手にこっちでやるから、あ、確かにね、幅が狭まるとゲームとして俺はつまんないと思うから。確かに、なんかどうでもいいから、とりあえず幅をいっぱい自由に遊ばせてほしいね、もっとね。幅を広げてもらって、うん、あとはこっちで、あ、こっちでゲーム楽しみますってやりたいですね。でね、結局ね、多分なんでこういうそのこう直すっていう方に頭がいっちゃうのかっていうと、多分 e スポーツとかっていう言葉を意識してるんだよね。
でも結局 e スポーツになるかどうかって試合形式なんだよ。だって別にさ強すぎるキャラがいたらなしにすればいいんだから。あ、いやこれはサブスクライブ、ありがとうございます。 e スポーツってどういうゲームが e スポーツゲームになるかっていう話じゃないですか。いや人口が多いゲームでしょ。ああまあそうですよね、まあ、人口が多いゲームでルールは大会主催者とかが決めればいい、例えばこんな感じで、はいはいはい、うん、だって実際ストツ X なんて合気強すぎるから合気出しちゃったからね、はいはいはい、うん、で e スポーツになるかどうかは別に作り手側の努力じゃなくて遊ぶ側の努力だから、全然いいでしょ本当に。人口増やすことがやっぱ一番だよな、おっとこれは一応残るのか、あれ裏もあるのか、あるんじゃないですか、うーそっち、なるほどなるほどなるほど、あれはありすぎるね、ありすぎるね、五分だね、ミニ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 、いや不利だね、五分だね。はい、五分。もうだってこれで五分、スパコンで終わりだから、スパコンで終わりだから、飛んでもダメ、地上もダメ、これで、あー、予算は出なかったかな。じゃあこれで1セット取ったのはモケ、モケモケさんです。でこれでまた、じゃあ一応1回出ましょうか。そうそう、1回出ましょう。そしたら10本選手で分かんないんで出る、あ、変えるってことか。いや、これをこの数字を、そう、数字が分かんないから、あら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 、やっちゃったよ。あ、聞こえてねえのか、はい、まあいいや、このまま行きましょう。あ、アドバンテージか今まだ、え、これアドバン、あ、ごめん、アドバンテージ、失礼失礼しました、すいません、狂ってました、すいません、狂ってました。ごめんなさい、いや、このコンボ楽しかったの、ラシドスケ楽しそうな挑戦です、うん、すごいこれ、欲しい、ミニナデシコ欲しい。ちっちゃいナデシコいっぱい飛ばしたいもん俺。すごいですね、絵面やばい、ちっちゃいナデシコ上からバンバン降ってきて、よろけない生きるダメージだけ入るナデシコ欲しいっす俺。逃げるじゃん、なでしことかどうする、欲しいぞ。どういうこと、3人目さ、なんか3人目、3人目が出てくる。やべえ、結局そっちなんだよな、やっぱね、競技の前に遊びであることを忘れちゃいけないんですよ。あれ落ちんの、あ、何でも落ちるあれ、やばいっすね、うん、多分最強の対空じゃん、むしろ対空が難しかったのに、これまたあれチャキンすんの、何これ、高いのが安いのが分かんなかったわ。はい、いえ、これ見て、皆さん見てください、これ画面端までいきますから、これ何やかんや。いくよいくよ、あー、いかなかった けど梅原さんの話は面白いから大丈夫ですよ。どういうこと、梅原さんのトークはさっき聞いたけど、うん、誇っていいと思います。あ、そう、かなりボキャブラリーありますよ。それはね、よく言われるんだ。長所なんだ。とか言っちゃって、うん、でもそういえば、うん、でもね、ゲーセンって昔やっぱりコミュニケーションの場だったから、はいはいはい、結構ね、みんな変な話、面白かったよ。面白かった、ね、ゲーセンよく入れるやつら面白かった、うん、なんでこの場所こんなみんな面白いんだろうなって不思議だったの。わ
学校ってさ、みんなの意見に合わせないとさ、ちょっとさ、はい、仲間外れにされちゃったりするみたいなところあるじゃない、はい、で別に俺の学校も普通にそうだったんだけどさ、ゲーセンは逆なんだよね。みんなの意見に合わせてると逆に仲間外れにされないけど、はい、つまんないやつだなみたいな、はい、そう、お前自分の意見ないのかよみたいな感じで、おこれでまたアドバンテージが移動と、ゲーセンなんか面白さ以上、ゲーセンに出してほしいな。これす、これですよね。うん。けどなんかあの対等で、あの、そうですね、なんか出るんだよね。PC 版のが、PC コーナーみたいのができて、あ、南口ですよ。マジで？そうそうそう。ああ、じゃあ行こうかな。え、何台できるんだろうね。じゃいつから？わかんない。けなんかなんかどっかでゲームショーかなんか忘れたけど、どっかで発表されてましたよね。あんまり開けで やる経験が自分はあんまりなかったんで、ああそっかそっか、なんかもっとがっつりやりたいです。面白いよ。いや面白いよ、ね、いつ行ってもいるんだもん、うん、楽しいね。なんかそのウルホの時はやっぱ全然勝てなくて、はいはい、その本当30分でも2000円とかだったんですけど、ちょっとこのゲームだとちょっと勝てるんで、はいはい、やっぱりこう長くやりたいなっていう、なるほど、ね、うん、やっぱかっこいいなっていう眼差しで見てたんで、そのいっぱいやってる人たちを。料金システムは多分100円入れてはできないでしょうね、おそらくその時間内で。どうする、時間で、時間だと思います、時間だと思います。そら、いやしょうがないんだよ、しょうがないんだけど味気ないんだよな、金が減らねえってのは負けて。そうですね、うん、あとレンコインのなんか有利度がやばいですよね、うん、金を一生懸命入れてるやつのレンコインだったらなんかちょっと許したくなるやつ。確かに無料でレンコインしてたらムカつくじゃないですか。ただ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 ムカつくからな。ノーリスクさ、お前ノーリスクっていうか得してるから無駄しかない。うわ、あ、今コンボにしようとして中ソニックにしたんだ今ね、はい、そうすると繋がらないことがたまにある、めったにないけど。うえー、まあまあまあ、まあ、気合いよね、ここは。はい、来て、そうなんだね、トイレ行きたいね。行ってみてください。よし。寒くね、ちょっと。俺だけ？俺普通ですよ。この酒。あの、飲みましょう。ありますよ。アンドリーも、アンドリーも喜ぶから、酒があると。今は、1セット…1セット目ですね、まだ。あれ、1セットってないよね。あの、1ポイントを、そうそう、1ポイント取ってる。モケ君が取った状態ですね。で、アドバンテージがあるんで、モケ君がもう1回今このまま勝つと、1セット取ります。これすごいいい勝負ですね、このお互い拮抗してる。やばいですね。え、けどこれね、俺結構、はい、だって今までの大会とか、はい、これ多かったんだ、はい、あ、そうなんですか。別にその、なんか一方的な悪口って作られて、はい、もうすごい結構シーソーゲームするっていうのは、はい、大会でよく起きるよね、はい、このルールでシーソーゲーム起きた時、やべえんだ。なるほど、そう長いですもんね、これ、うん、だから時間が見えなさすぎるから。あ、すごい、このルールすごい好きですね、自分は。いいよね、俺もやりたいんだよね。だって、はい、それを3セットやるってさ、はい、本当に最短で、だから9連敗だね、はい、最短で。ああ、なるほど、なるほど、そうですね、そうですね、うん、でも、それ5連敗した時点でもう負けでいいやと思う。実先の今のスコアは見ないとちょっと分かんないですね。ただ多分カジノ行くまで。あ、なるほど、オフィスのジュース。そうね、だから負けた時の悔しさ半端じゃないですよ、このルールに負けた時の、ね、有効あんじゃん、これありますよ、ね、しかもあのレッドブルカシス作れます。レッドブルカシス作る、おいしい。これやった方がいいかもしれない。どうせ俺は知らねえし。うい。1番じゃねえのか。俺1番。
お、とりあえず今モケ君がアドバ勝つと1セット、勝つと1セット長いよ今日はみんな。みんなシートして遊ぼうぜこれ長いぞきっと。うわ高い。さすがにどんなものしでもコメントには勝てないんだろうな。いや、アイハさんなら勝てそうだな、しりとりで。いや、でもネット使われちゃうんで。あ、そっか。そうだね。いや、でも時間制限ないんだったら。おこれで1セット。模型が1セット。でこれで戻ってもらうことですよね。あの、トップ画面に一回。あ、そうそう、トップ画面行って、トップ画面行ってください。大丈夫だな。星が模型の横に星が。おー、なるほど。なるほど。これで1セット取ったってあれですね。いいね。ぷよぷよみたいな感じだこれなるほど。おっと、OK、OK。 じゃあコップがないのかな。コップは確か、アンドリー持ってなかった。はい、コップ持ってるわ。あ、2人いっぱいぐらいでいいですかね、ガセスじゃ。2人いっぱいぐらいでいいですかね、配分的に。何でもいいよ、何でもいい。どのぐらいのがいいんだろう。梅原さん、はい、危ねえから梅原さんは、はい、濃いめを消耗するんだよ。なるほど、それは危ない。マジで危ないから読み方が危ないから。あ、だから、はい、酒入れなくていいから。なるほど。みんな小酒じゃないですか、あれ今日はあの龍のお疲れ会だから、卒業式だから。なるほど。あれでもこれマチャボが来た時どうしようかな。あ、俺が来てるんじゃないですか。あの声だけでも言ってなんか、うん、そんな飲んでますね近くで。じゃあどうしようかな。どうしようかな。マチャボはここでクラッシャーさんとネット対戦で戦ったんですよね。そう。どうすか。あれここに真剣勝負だから邪魔しない方がいいから。そうですよね。したら、誰かがそこだね。なるほど、自分が解説するのにどこがいい。どこでしょう。でもなんか喋るからあんま近くにいない方がいいですよね。なんかこっちですね。俺はこっちですよ。 OK。 うちらのさ、会話ちょっと気になった、はい、え、何ですか。あのこれやってるゲームやってる。いや、このすげえなんか遮音性っていうんですか。すごい、また聞こえなくて逆に。レーザーなんかも使ってみる。あ、ぜひ使えないですね。大会とかで最近ヘッドホンが置いててくださって、うん、ありがたいですね、毎回。あ、そうだね。周りの人が気になっちゃうね。結構聞いてるもんね。はい、逆に、遮音性が高いやつ気がするんですよね。なんでゲームの音を、俺多分ちゃんと普段聞かないんですよ。だから、すごい気になっちゃう、逆に。なんか、静かすぎて、なんか。へぇ。だから、逆にこういう風な雑音みたいなのがあるのが、もう日常的すぎて。うん、そっちの方がいいんだ。雑音がないと逆にちょっと気になる。そう、違和感の話ですよね。うん、確かにあんまねえもんな、そのゲーム音だけ聞こえるって、うん、俺は耳から聞こえるよりもなんかでっけえステレオとかからバーンと音流される方が多分集中できる。あ、文字ですか。うん、多分そっちの方がなんか好き。昔の方なんかその大会とかは結構そういうのが多くて、ギャラリーの声もまあまあ聞こえるんだけど。フードのフードです。レーザーのおすすめヘッドホンはクラーケンです。クラーケンっての素人なんじゃない。どっか機会があったら買いたいんですけどね。結構やっぱ長持ち価格あるかもしれないね知らないけどバラしながら Yeah, it's really、good. エボのあの会場あるじゃないですか、うん、スピーカーの音クソやばかったですよ。でよかった。もう終わってる。もうなんか下から音聞こえるぐらい、あ、でも楽しそうじゃん。だから
絶対緊張するじゃんと思いました。もう無理すぎて、もうなんか強制的になんかそうなんか太鼓心の中叩かれてる感じがして、もうこ振動するんですね。強制的に鼓舞させられるっていう感じだった。いいじゃん、楽しいじゃん。なんか一応これはガーフだなと思いながら一応やってましたね。なんかいやイベントだからね、そっちもいいと思うんだけどね。会場がでかいとやっぱそうなりやすいですよね。140。2連勝を2回、1回やると1ポイント手に入って、それを2回やると1セットを取る、ね、これでアドバンテージが移った状態ですね。で、モキはさっきの試合もう1セット取ったんですよね。2連勝を2回やったんで、で今アドバンテージモキに行ったんで、もう1回勝つと1ポイント。そう、本当キックをしますよ。さらに勝って3連勝するとなんとおしまいっていう1本です1本旗用意します。旗ありますよね。梅谷さんの旗な。これ何でできてるの。これこれ紙です。すげえペラペラだなこれ。そうですよ、これなんかこれ何謎の団体が配ってます。どっちが表、こっちか。これで、あ、これ記念品にするの。いや、一応あのレッドブルに置いといて。いや、これはちょっと困るな。これね、めちゃくちゃ捨てづらいんですよめちゃくちゃ捨てづらくて、その置いとくっていうのがもうすごいきついですよ。これ減るね。あとこの場所ね。そうで、カツピを、うん、減りと場所てか、何追撃で100より減るんですか。じゃああれでくるくるで。いやいやいや、まあ、まあ補正は入るだろうし。カリンのだってあの EX、うん、あれが140じゃないですか、ダメージ、うんうん、ちょっと悲しいじゃないですか。あ、そういうことね、うん、ラシードラシードなんか BGM もなんかキャラの見た目も恵まれてますよね。なんか見た目がいいって人いるよね。かっこいいっすね、確かに。あとやっぱその最初に言ったけどスピード感がやっぱ、うん、ゲームの面白さみたいなのスピード感をコンセプトに絶対してるじゃないですか。うん、確かにね。けど弱かったっていうのが今までのやつですかね。まあそんなに弱くなかったでしょ、しかも。まあ難しかったですよね、評価はね。まあ、まあ、強くはないと思うけど、うん、まあそれはもちろんね、あの上のキャラに比べればそれは落ちるんだろうけど、全然戦えたのに。ララとかさ、アレクとかさ、はいはいはい、ザンギとか、ああいうのに比べたら全然普通だったよね。あと、まあ、上位キャラに結構いけたっぽいのが良かったですよね。ああ、そうね。ああ、いいやね。おっと、これで1セット。ワンポイント技あり、技あり入りました。リーチあれとか、指導とかつければいいじゃないですか。んなんかつまんねプレイしたらこうやって、梅原さんこうやってやって。俺についちゃうずっとソニックって。真っ先につける。消極的みたいな。いや、まあ、ガイルはさ、でもやっぱこれは、あの、しょうがない。ためが必要ですから。うん、確かに梅原さんの竜とかその指導とかのルールあったら速攻つきそうな気がします空中出すの2回ぐらいの瞬間だと思うので笛吹かれて1回で指導じゃんあらまあでもなんかプレなんか指導を受けないプレーして負けたらそれもそれでバカバカしいもんな、まあ、うん、だから俺はね柔道見て嫌だったんですよ。なんで強制的に攻めないといけないとか、うん、すげえ人依存だなと思っちゃって。あ、確かにね。とリッチ、これを勝つと勝ちじゃないですか。これ勝つと、そう、これ勝つと2セット選手になるんで、リッチか。これこここの状態なんていうんだ。あれですよ。マッチポイントか。マッチポイント、マッチポイント。セットポイントじゃない、マッチポイントだ。おひ、こんな若者が。ピョーン。なるほど、みんなあんまパラさないけど、終わりが近づくになると、やっぱり増えてますよね。勝ちたいんやが出てくるんだね。勝ちたいんや。なんで関西人に多いんですか、これ。いや、分かんない。分かんない、適当。これは終わりかな。あ、終わんないか。あれ、追撃できず。あれはね、多分無理。うん、あれ多分無理。ピヨーン。うん、もあー、やっと。おっと、これはゲージも溜まるかもしれないんで。おお、危ないよ、あれ。危ないよ。だいぶ強いからね。
ドキドキだね。え、あれなんかマイナーユーとかなったんですか？マイナーユーになった。あ、そうなんだ。うん。ソラーにあんな使ってんのか。まあ、リターンがね、あるからね。でも、まあ、あんまり使わなくなりそうだけどね、そのうちね。まあ、出たばっか、変わったばっかだから。ピヨーン。あの、全然ピヨーン出してなかったんですよ、今。その前までは結構まだ良かったなと思うんですけど。効果音つけて遊んでこうかな。うい。勝ちたいんや。あっと、あるぞ。どうなる？味でどうなるんだ？術撃。おー、勝ちたいんや。2017だ。これミニ？あっと、いや今のこれはミニを飛ばして勝ちたいんや。あー、なるほど。あの、まだ飲んでません。先に言いますけど。一滴も飲んでません。まだ飲んでないですよね。まあ、長いんで、長いから持たないよ。そうそうなんですよね。だってこの後だって本番が待ってんだから。そう。どんだろう、まあ本番が一番終わってる。フロンデオになりそうですね。けどやっぱね、やっぱ e スポーツじゃないですか。うん。スポーツ観戦ってそういうもんだろう。スポーツバーでなんだお茶すすってるかみんな。酒だろ。スポーツってそういうもんだ。そうですよね、うん、ってことはやっぱうちらが常識は俺たちが作っていけばいいんだ。レッドブルカシス飲むのが e スポーツだって。そうだよ、そうだよ、絶対そうだよ。これで打てんのやばいな。打ってる方逆だろうと思いますもん。サマー、そうね、もう使えないからね。大切に、ミニを大切に。なるほど。ミニ。なるほど、なるほど。ピチ。ミニこれ、ミニ。あ、消した方がいい、これは消した方がいいね。危ないね。うわー、減るし。そうだ、あれバックジャンプしちゃダメなんだよね。クラッシャーさんの試合まだやってないです。まだですよ。この後では。もうちょっとだけかかりますよ。からね、ぶっちゃけどんなにかかるかわかんないのが熱いですね。まだ1割しか進んでなかったかもしれないですから。そうだね、わかんないから。1割ってことだよ。3割はいってるか。240、そんな減ってる。あれは減ってないね、うん、あーっと勝ちたいやが、勝ちたいやがついに使った、バレてきましたね。うふー、続くね。あー、おいた、これはでかい。うわー、節約。うー、ミニを飛ばし、飛んで、どうなんだ、どうなんだ、すごい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 。あー、まあね、将棋安定だからね。でもアドバイードです、うん、これリーチですね、これで。まだリーチです。アドバンテージがモケに移ったんで、マッチポイントか、マッチポイント。ソニック当たった時だけトリガー出せないですよね。たまたま当たってるんですよね、ソニックがね。そう、まあ、確かにそう見えるぐらいソニック発動のなんか当たってますよね。だから多分ガイル対策は絶対今回みんなするから、あれは食らわなくなるはずなんだ。なるほど。ソニックトリガーまず、うん、まあガード、まあ、ガード1回安定で、うん、2回目のトリガーをガイル側もそんな安易には打たなくなるはずだから、はいはい、そこでまあ勝負、まあ、ソニック打ちまくるだけモード入る。はい、入ります。いい体育だ。そういう風になるなっていうのがやっぱり分かっちゃうもんな。格ゲー歴長いっていうのも考えもんだよな。しょうがない、うん、しょうがないな。何でもそうだもんな。ピコあれみたい、不活あのスラムダンクの反応でピョンピョンみたいな、今の俺のブームみたいな、うん、あ、なるほど。持続当てのときは、あ、いいね。持続当てのときは走って、そうじゃないときは歩いて大パンなんだね。勉強になります。職人、勉強になります。スマップもな、解散しちゃったし。確かにね。そうだよ、そういうね、昔俺が子供の時、スマップ5時半ぐらいから番組やってたからね。もしくは、
最後バスケ、最後バスケするの一般視聴者、一般参加者みたいなのとバスケするの、スマップって一応スポーツですもんね。あのいやでもどうなんだって俺 夢がモリモリで、あのなんかサッカーみたいになってるイメージがなかったですベースボール。でもさ、なんかさ、結構さ、キムタクがスリーポイント、スリーポイントって言ってもどれぐらいの距離かわかんないんだけど、スリーポイントとか入れるのよ。はいはい、本当にうまいのかったのかね。まあ、編集の可能性もあるよね。はいはいはい、うん、スマップなんかもう自分が子供の頃からもう結構苦労とか出てましたね。なんかもうアウト、お回しップ、そうそうそう、 MC として回してた。そう、 MC としてスマップしか知らなかった。これはマッチポイント、マッチポイントですね。マッチポイントですね。え、スマップの名前の由来知らない、教えて。何 S がスポーツじゃないですか。あ、そうなんですか。やらせかですよね毎回入ってたもんだって。終わるよ三浦さん。おっと、あ、来たよ。勝ちたいんや、勝ちたいんやからの、あ、勝ちたいやキックで、お、リーチですよこれ。おと、うわっ、うわっ、あ、後ろ、後ろ、後ろ、これはやっちゃいましたね、これやっちゃいましたね。後ろの、お、あるぞ、あるぞ、ラッシュが始まる。おお、やる、勝ちたいんや、勝ちたいんやからの、からの、あ、はい、通り過ぎちゃう。どうする、どうする、どう勝つ、わーっ、あー、やる。台形がちょっと早かったのか。モケウィンズ、モケ、これはモケの勝ちですね。ウィンも勝ちです。はい、どうも、ありがとうございます。ってことは、あれか、マチャボーとクラッシャーさんが、そうですね、の次の相手がモケになりましたね。2番目の、まあ、門番兼チャレンジャーみたいな。そういうことです。いや、皆さんお疲れ様です。参加者の皆さん、また来週もお願いいたします。若手強いですね、確かにね。確かに。